らしい服だね。そう、そんなの欲しい。音量が、え、サマーウォーズよりもこっち見たいんやけど、あの酒のつまみになる話、サマーウォーズ見たことないんよね。それより話ですか？あれ、どこでやってるんやろ。10、今日も可愛いねってありがとうございます。氷でパソコンを冷やす話だよね。え、そうなん？氷でパソコン冷やす話なん？なんで冷やすん？それを見たらわかんのか。ないか。洋服はこれ花柄です。花柄大家族で世界を救う話。へーへーそっかそっか、大家族で世界を救う、すごいな。サマーウォーズはめちゃめちゃ泣けるよ。やって、へー、泣く系か、泣ける系か。パソコンの中の話、こまま、まあなんかサマーウォーズやってるよって言われたからつけたけど、あの見たことないんで流してるだけ。今日まつげいい感じ。そう、さっきあげたやばない、下まつげ。こんばんは。ね、そう、あの8月のお話し会、7日かのお話し会が完売があったらしくて、多分ありがとうございます。本当にありがとうございます。多分これで皆さんがあのお支払いを忘れなければ、はい、あのしっかり、はい、私がたくさん皆さんも私とたくさんお話ができるので、はい、お支払いはお忘れなくお願いします。はい、本当ありがとうございます。私のわがままを聞いてくださり、本当優しい、みんなラブありがとう。本当に伝わってる決済、ちょっと漢字読めないんでごめんなさい。決算、決済は大事ってコメントが、その通り。え、決済、決算、どっち？もうほんと感じね。支払いだけお願いします。マジ全部あさってで追加しようと考えていたのに。あー、お話し会の受付は今回でも終わりましたね、多分。決済決済、もう本当に今年23歳やから、本当しっかりしてほしいわね。そう、もう今回、今日ので終わりでしたよ皆さん。まさか
忘れてたんですか？まだあるから次取ればいいやって思ってたんですか？なんかこんばんは。何着ようかな。あさっての話し会。待って時計。あ、また時計。あ、iPad。決算。決済。何やっけ。もう忘れた。決済は土曜日の23時まで。23時ぴったりまでなのでお気をつけてってコメントしてくれてる。ありがとうございます。その通り、その通り、その通りでございます。はい、土曜日17日の23時までからしいので、ぜひお願いします。まあでも服はちょっと見たことあるやつかもしれないんですけど、そこは、はい、すいません。今日ねオムライス作ろうと思ったけどやめました。明日作る。今日のご飯は今日の早送り動画、ツイッターに上げた早送り動画の野菜スティックだけが今日のご飯だったんですけど、そうオムライス食べようと思ったけど、そう野菜スティックだけじゃ少なすぎるから、けどじゃあ作るのがもう一回さ座っちゃったら立てんわ、立てんくなった。もうね今日はお風呂入る元気しか残ってない。いろいろ今日もしてたんで。そう、ストイックとかじゃないんです。ダイエットしてるとかじゃなくて、ココテンの実況めっちゃ面白かった。お、ありがとうございます。そう、そうね、したね、ココテンの実況も。漏れてた、ココテンの実況も。多分私ね、なんかね、映像の方、写真写り本当に悪くて、そう、写真写りめちゃくちゃ悪くて、そういうなんか配信とか映像の方が自分ではすごい漏れてるなって思うことしかないんですよ。そう DMM 配信とかも、そう公演のね、そうだからねえ。この時代ね、なんでまたね直接会える時とかライブとかが開催される際にはぜひ来ていただけると嬉しいです。生で確かめに来てください、水田しおりも。写真より実物派なんです私、本当に。でも本当にさ変わらない人は変わらないですよね。メンバーでも写真と実物マジで変わらん人すごいよな、マジで。それはでもちょっと短めで23時まで早く美容院行きたい、マジで予約したんですけどね。あく
びしちゃった。服全身見せて。やだ。またあのインスタとかに載せるんで、そっちをぜひチェックしてください。ジュラス前髪切っちゃうの。前髪はねちょっとだけ、本当にちょっとだけ 1,2 ミリぐらいだけ切ります。しおりちゃん、この間の質問返しの配信まとめられてた？わら。いや、わかんないです。そんなまとめられるようなこと言ったっけな。まあでも病院はトリートメントをしてもらいに行きますと、前髪切っていただくぐらいかな。お、8月がライブ、8月のライブが初の生しおりちゃん、やったー、待ってます。初しおりちゃんぜひその目で。もうな、遠いからな、会場な、あの大阪城ホールはね、結構離れてたら見えにくかったりするから、モニターあってほしいな。モニター、モニターはねさすがにあるか。こんばんは。下はジャージやなって、そんなわけないやん、これワンピースやからちゃんと履いてます、履いてますじゃないな、ちゃんとスカートです。下はお疲れ様です。おんまゆ、おんや、おんまゆみたい。おんまゆはね似合わないの、似合わないんですよ。自分で前髪は切れないんで切らないです、切れないんで切らないです。前は毎日面白い T シャツばっかり着てたイメージ。あー確かに毎日、うん、研究生の頃とかかな、もう4年前とかの話ですかね。最近は普通の服着てますやっぱね、年取ると趣味とかも変わってきますから、人間生きてたらさ好きなものも変わってくるよね。こんばんは。系統変えたっていうか、まあでもなんかそういうちょっと変な T シャツとか系な、なんていうの、サブカル、そういうのも全然今も別に好きやけど、うん、系統変えたっていうよりなんやろ、中身が変わったからさ、なんかね外見も変わった気がする。ちょっと分からんわ、よく何言ってるんやろ。ね、急に趣味思考って変わりますよね。まあでも昔からこういう服全然着なかったわけではないんで、これ結構いると思うけど、昔の自分の私服の写真ってマジで見てられへんよな。昔の自分の写真、私服、あー、ちょっとわかんないこんばんはこんばんは。なんか面白い話しようなんか楽しい話しましょう。なんか面白い話しようや、みんな急に雑な振り雑な振り。愛媛弁と伊予弁どっちが正しいの？伊予弁です。私は伊予弁です。
もうほぼ出てないけど、イオ弁真っ白な犬は面白いです。あははダジャレや、ちょっと面白かった。布団が吹っ飛んで面白くない、こんばんは。面白くないってごめんなさい。ボーダーとストライプどっちが好き？ストライプ。私、まあでも多分どっちも似合うんですけど、どっちも似合うんですけど、体型的にそうですね、縦に多分入っててくれた方がありがたい気がします。イオ弁でしたか、どんどん出してほしい。イオ弁、いやね、ほんとね、もう大阪に来て6年目ですよ。もうね、忘れるっていうか、なんか出てこんくなるんです。本当に意識せんと出てこんなるんよ。そう、染まってます。しおりんのツボは難しそう。みんなが笑わんとこで笑うから、そうそうそう、笑うんですよ私。なんか高校生の頃にお笑い、なんか修学旅行でお笑いをみんなで見に行ったんですよ。ルミネ、ザ・吉本、ルミネ、そうで、みんなが誰も笑ってない時に私だけ笑ってて、本当恥ずかしかった。で、後からクラスの子に、え、あそこめっちゃ面白かったよなって言ったら、え、どこがって言われて。はい、ちょ、そういうことがよくありますね、私。そう、なんか笑いのツボずれてる気する。そうそう、たい焼きは頭から尻尾から、うーん、頭、多分知らんけど。誰の見たか気になる。その時は水玉レプ隊さんかな、多分、とか、ちょっと覚えてない、ごめんなさい。でもなんかさ、よく見る方がたくさんで出てらっしゃいました。待って、時間48分やし。こんばんは。みんな面白い話して、面白い話。雑な。そうね、ルミネってことは東京、そう、修学旅行でやっぱあの田舎なんで東京に行きました。中学の頃は大阪、田舎者なんで、もう修学旅行って言ったら東京か大阪ですよ、やっぱり。はい、大阪来た時はちゃんとユニバ行きましたよ。ユニバ？ちょ、あんま記憶ないけど。修学旅行ディズニー行きました。ランドかシーは忘れたんですけど、でも行ったのにアトラクションは1個しか乗りませんでした。何してたか本当記憶ない。もうね、学生の頃の記憶が本当に私ないんですよ。ほとんど覚えてない。やばいよな、それはそれで。皆さん覚えてますか？中学生、高校、まあ高校は覚えてるか、高校、小学校の頃のこと。なぜしおりちゃんは入った時に比べてこんなに綺麗になったのですか？痩せた。入った頃マジでおまんじゅうやった。今よりもやっぱ髪色とか多分なんかね、いろいろありますよね多分。しおりちゃんのこと最近好きになったんやけど、一番の趣味は何？一番の趣味は何
やろ、私本当に趣味とか何って聞かれて困るタイプの人なんですよ。本当にあんまなくて、散歩散歩、趣味とか、趣味、掃除とか好きです。自分の部屋、自分家をきれいにするのはあんま好きじゃないんですけど、人ん家をきれいにするのが好きです。だから昔そういうなんか清掃員さんとかそういう仕事に就きたいなって思ってて、なんか人のお世話するのが好き。そう、いつでも呼んでください皆さん、掃除とか家事してほしいときは、はい、100万円で伺います。一回趣味でもね、あとはね、やってみたいのはなんかもっとなんかキャンプとかバーベキューとか山登りとか海にも川にも行きたいし、そうですよ。高校生の時初めて彼女できたのはめちゃめちゃ覚えてる。おお、ちょっと恋バナですか？詳しく詳しく、恋バナめっちゃ好き、人の聞くの。初期の頃もすごく可愛かった、ありがとうございます。そう、そうやってな、みんな褒めてくれるから本当ありがとう。自信が持てるよ。うん、明日にでも呼びたい、介護してほしい。あ、でも私あとそう、介護士にもなりたいなって思ってて、そう、高校を選ぶときにそうそういろいろ迷ったよ。介護士にも一緒になりたいなって思ってたから。キャンプ動画流行ってるよね。ね、うん、自然に触れること好き。一個下に、あ、ちょっとごめんなさい、恋バナ好きとか言ったけどごめんなさい、ちょっとあの星が入ってて、多分 NG ワードが入ってて、ちょっとあの見れない。映画に行って上映中にチュして付き合うことに。おー、いいね、いますよね、映画見てる時にさ、後ろさ、こうやって見たらさ、前の方に座ってる時にさ、後ろ見たらさ、ほんとなんか後ろに座ってるカップルさん2、3組がほんとみんななんかイチャイチャしてる時な、あるあるある。いや、幸せそうでいいんですけどね。言えない話が多いので話せません。聞きたい。そうだからさ、映画中もさ気になるからちょっとさ見てる、見たことある、チューしてました。あれやな、コメント見てたらあれやな、話が行ったり来たりしちゃいますね。映画といえば今私はあれが見たい、あれが見たい、あのキャラクターっていうやつ見たい、キャラクター見たい。見ましたか皆さん。こんばんは。キャラクターっていう映画が見たいです。まだやってんのかな。同じく見たいと思ってるね。そうそう、小栗なんちゃらさんのやつです。あ、
ミルンが見たって言ってたよ。あ、そうなん、好きそう。駅とかでチューしてるの見ちゃう。確かに微笑ましい、いいなって思いながら見ますけどね。幸せそうでいいなって、うん、サイコっぽくって気になるね。そうそうそう、気になる。妖怪大戦争やでしたっけ名前。妖怪大戦争、寺田心さんが出てるやつやな。妖怪大戦争、え、名前合ってるよな。あれね、昔やってて、昔やってたんやな、違う人が。それめっちゃ好きやったからさ、それも見たいって思ってた。あれ昔のやつめっちゃ好きやった、何回も見てたよ家で。ちょっと音量がテレビの音量が、皆さん今日もインスタ更新したんで、いいねとコメントとかお願いします。コメントもね、最近ちょっとあのいいねさせていただいてるんで珍しく、そう、皆さんのコメントにペッ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 って、ぜひぜひコメントたくさんしていただけると嬉しいです。全部見てますので、してくれると次更新しようって思えるからあの私のインスタの更新が見たい皆さんはぜひたくさんコメントをお待ちしてます13位、2番目のともさん、12位がしんさん、11位くま4号さん、10位がジョーさん、9位がのぶきちさん、8位がケラさん、7位がバクニャンさん、6位がシンゴさん、5位がイートさん、4位が金ひきりさん、3位がクワさん、2位がりょうかさん、そして1位があきぶさんです。ありがとうございます、いつもありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございます。あ、そうか、今日金曜日やから、そうや、皆さん、あの関西の皆さん、夫いたちが10分バージョンのがあの放送されるんで、なんか今日のアーティストはこちらみたいな、そう、夫いたちで多分なんか曲とか MV を多分紹介してる日なんですよ今日は。10分だけなんですけど、 そこでなんか今日の動画は写真、何、今日のゲ、あれはなんていうの今日のはこちらみたいな、どうぞみたいな、めっちゃ短いですけど、そう、あれも流れるんで、はい、ぜひ録画しといてください。皆さんその10分のために置きとくかどうかはあのお任せするんですけど、はい、ぜひぜひお願いします、チェック。こんばんは、初見です、よろしくお願いします、お願いしますあのもう終わるんですけど、ごめんなさい、また次お話ししましょう。なのでフォローお願いします。
あ、久しぶりに来てみた。雰囲気変わってね。数日前握手に行ってた。ん、ありがとうございます。握手会の頃から会ってなかったら、確かに握手会会った頃から会ってなかったらだいぶ多分私今変わってると思います。またあのよろしくお願いします。お話し会の方もまた会ったら。ではさようならさようならバイバイ、ありがとうございました。良い夜を。